レースファンの皆様、おはようございますおはようございます、えー、早速でございますが皆さんに残念なお知らせをしなければなりません、えー、報道等でご存知の方も多いとは思いますが昨日のレース中に川口大手の佐藤雅人選手、えー、レース中の事故により昨日の午後6時半過ぎにお亡くなりになりました51歳でした通信でご冥福をお祈り申し上げます いや私たちも中継を担当していまして、はい、非常にショッキングな、えー、事故でしたので、はいえー、そのお亡くなりになったということを伝え聞いた時に本当何とも言えない、ね、気持ちになりました堀さんも担当していて初めての経験ですよね、はい、改めて危険を伴う中戦っている選手の皆さんに敬服の思いですし今回のことはご自身やまたご家族のことを思ってもなかなか言葉が出ないなという思いですね。はい えー、私がオートレースを本格的に見始めたのが22機の選手がデビューした当時で 2>, <laughs> え2級者でした船橋オートレース場で私はレースを見ていたんですが、えー、当時、えー、船橋オートには木村義明選手、花澤哲也選手川口健志郎選手そして佐藤正人選手の4人の選手が、えー、2級者でレースをしていまして。えー、佐藤雅人選手は サッカーボーイという、ね、あの社名で最初の頃レースをしていてなかなか、ね、結果が出なかったでも、そこから一生懸命頑張ってここまで来て本当にオートレースに愛情を注いでいたんだなというものを感じました方、えー、や、ね、プライベートでは、えー、東北楽天ゴールデンイーグルスを声高なく愛する選手でもあったんですよね。 えー、今日はリモートで板橋さんにも早朝からご出演いただきます。板橋さん、おはようございます。おはようございます。えー、ちょっと残念な。そうですね。あの、昨日事故を見て、なんとかね、あの。あの、無事にね、あの、助かってほしいと思ってたんですがね。こういうことになって、本当に残念ですよね。うんはい。 板橋さんもともと船橋で現役時代レースをされていましたから、はいえー、佐藤正人選手とは一緒の環境にいい、ましたよね,うねはい、あのもうレースも、ね、何回も走りましたからね、一緒にでも本当にオートレースにこう愛情を注ぐ、うん、あのそうですね、真面目な選手でね、まあ、あのでも、人がもよくあの、はい、ニコニコしてねいつも優しい感じでしたけどね。はい おそらくはその他の選手が佐藤選手の思いの分まで、ね、一生懸命このオーバルコースで戦ってくれると思いますなお昨日、落車事故がありまして合計4人の選手が落車ということになったんですが佐藤正人選手を除いて栗原克典選手軽い打撲、捻挫ということで本日は出走予定ですそして牧野選手は右大腿骨骨折両手首骨折 伊藤翔馬選手は全身打撲、頚椎、捻挫ということです。それでは、今日の2日目の全レースのメンバーをご覧ください。